田中優は半原発の立場で活動を続ける環境、活動家、東京と生まれ、地域での脱原発やリサイクルの運動を出発点に、環境、経済、平和などの ngo 活動に関わる。2012年末に岡山に移住。2013年5月、自宅では電力会社との電線をカットし、電力会社に頼らない。 太陽光パネルと独立電源システムの生活、オフグリッド生活を始めた。現在、未来バンク事業組合、天然住宅バンク理事長、日本国際ボランティアセンター理事、AP バンク幹事、一般社団法人天然住宅共同代表、ジエネ組、相談役を務める。横浜市立大学、京泉女学園大学の非常勤講師、 坂本隆一や桜井和都氏ら、環境問題に取り組む音楽家との交流も多い。1957年東京生まれ、卒業大学については公開していない。長年、反原発運動に関わり、関係する著書を出版。どうして遊ちがいけないのでは、郵政民営改善の郵便貯金に集められた。 資金が回り回ってアメリカの軍事費に利用されているという主張を行った。非戦では同時多発テロを受けてブッシュ大統領の強行政策を批判した。また映画0911の巨行への寄稿を行ったこともある。近年では六カ所村各燃料再処理施設の稼働反対運動に注力しており各地で講演を行っている。ありがとうございます。